さて本日はお酒との相性抜群、体に優しい麻婆キノコを紹介していく。これ先に言っとく、ひき肉とか今回使ってないんだけど、肉は入れた方が確実にうまい。豆腐入れてかさ増しするのも全然あり。ということで、えのき、ネギ、しめじに舞茸、これらをごま油でしっかり炒めたら、一から作るのめんどくさいから市販のうまそうな麻婆豆腐の素を入れて、あとは全体をしっかり絡める。まあ料理っつうのは無理しないことが一番大事。最後に粉チーズとかかけてマイルドな味わいにすると食べやすくなる。料理は無理せず楽しもう。